エーバース・ビンケルは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェスト・ファーレン州、ミュンスター・ラントに属すバーレンドルフ軍の町村である。エーバース・ビンケルは、北から時計回りに、以下の市町村と境を接している、テルクテ・バーレンドルフ、ゼンデンホルスト、ミュンスター。エーバース・ビンケルは、エーバース・ビンケル地区とアルバース・キルヒエム地区で構成される。1816年に、 プロイセン王国ベストファーレン州に創設されたベーレンドルフ軍で、エイバース・ビンケルは初め自治体連合として形成され、1843年からアムトが形成された。アムト・エイバース・ビンケルは1934年に廃止され、これ以後、エイバース・ビンケルはバーレンドルフ軍の町村となった。1975年1月1日にアルバース・キルヒエンガが合併した。 最終的な地名の由来は不明である。ただし、言語学的観点から以下の解釈が想像される。前半部のイーバースマイナスは動物の汚水の死し、現代ドイツではエヴァー、またはこれに基づく人名かもしれない。後半部のマイナスウィンケルは人里から離れた高台、または閉鎖された高牧地を意味する。年の文書の記述エバースウィンクルは エーバース・ヴィンケルの高台を意味している。従って、この地名は、イノシシがいる、あるいはイノシシに関連した出来事で有名な人座と、離れた高台の場所を意味している。あるいは、エーファーという人物が住む、または所有する人座と離れた高台の場所を意味する。教会カトリックの二つの教区教会、すなわちエーバース・ヴィンケルの聖マグヌス教会と、アルバース・キルヒエンの、 聖アガタ教会は2009年9月27日に合併してカトリック教会聖マグヌス聖アガタエイバース・ヴィンケル・アルバース・キル・ヒエンとなった。多くの教会組織がエイバース・ヴィンケルの文化生活、社会生活を豊かにしている。エイバース・ヴィンケルの町役場エイバース・ヴィンケルの町議会は26議席で構成されている。エイバース・ヴィンケルは 1962年3月15日付のノルトベストファー練習内務省の文書によって紋章、旗、登り、印象の使用を認可された。紋章図柄、上下に分割。上部は赤字に黒い屋根の塔を有する銀の境界の正面図。下部は銀字で黒い逆 V 字図形の下に右向きに歩む黒いイノシシ。この紋章の上部は、 聖マグヌス教区教会の塔の正面を描いている。黒い三角図形は、ボルク帝の判明している、最初の住人である、ベルゲ領主家の紋章から取られた。この下部は、いわゆる、地口の紋章で、三角図形の中に、この町の母体となった元々の領場名エヴァーを、イノシシで表現している。上りと旗上り、白地で両側に赤い帯、その幅は一三一である。 中央上部に町の紋章が描かれている。旗、上下に分割。上部は赤字に黒い屋根の塔を有する白い境界の正面図。下部は白地で黒い逆 V 字図形の下に右向きに歩む黒いイノシシ。町長の発言によれば、個々のクラブや団体のパートナーシップがあり、姉妹都市関係は計画されてはいない。この町は、 ミュンスターラントの経済的に向上している街の一つである。新しい産業分野の中小企業が近年左官に進出している。ドイチェスミルヒコントール GMBH、スパーライ GMBH、プレーツイフラッハシュタール AG、ブルーノ・ネーベルング GMBH、ロッケンラント GMBH、ファームシュタート AG、ゼンツァ GMBH、MWE 特殊工製造。 GMBH, BSW 設備製造 GMBH, アグロマイス GMBH, TF キュールセンター A バースビンケル GMBH は A バースビンケルに本社を置いている。2016年8月にやがて A バースビンケル及びアルバースキルヒエン内で完全にインターネットに接続するための光ファイバーケーブルも開発するネットインフラストラクチャー会社が決定した。 完成は2017年とされている。レストル・プエーバース・ビンケル駅バス路線 S20 と R22、R23 がミューンスター及びバーレンドルフに運行している。バーレンドルフ鉄道のレストル・プエーバース・ビンケル駅は 4km 離れていたが 2km 東のミューシンゲンに移転した。アウトバーン A1 号線、A2 号線、A3 号線へは 短い時間で接続できる。連邦道 B64 号線はイバー,ースビンケルの街をかすめている。街の中心部の重要な交通手段は徒歩と自転車である。都市計画によって交通制限や自動車の通行禁止がなされたゾーン及び道路が設けられ、議論の的になっていた広範な有料自転車道が廃止された。市の行政当局は重要なイベントの際には、 中心部全域の交通を遮断する。この他に、エーバース・ヴィンケルは、ラーデル・パルク・ミュンスターラントの一部をなしている。多くの自転車道が、自転車都市とも呼ばれるミュンスターに通じている。欧州自転車道、r 1号線や100条ルートがエーバース・ヴィンケルを、かすめている。エーバース・ヴィンケルには、基礎家庭学校が2校と連結学校が1校ある。この他に自由バルドルフ学園がある。 2004年から体験型博物館、ウップン・ホフは過去何世紀もの農業用の機械や道具を収蔵している。この他に昔の食料品製造、特にパンの製造方法について説明している。1996年に設立されたエーバース・ビンケル文化サークル EV は町の委託を受けて文化プログラムを主催している。多くの住民がスポーツクラブに所属している。 エーバース・ヴィンケル最大のスポーツクラブが SC ・ DJK ・エーバース・ヴィンケルである。このクラブは QSC ・エーバース・ヴィンケルと DJK ・エーバース・ヴィンケルが合併して成立した。SC ・ DJK の女子ハンドボールチームは2008年からオーバーリーガでプレーしている。アルバース・キルヒエン地区には DJK ・ DJ RW ・アルバース・キルヒエンがある。いくつかのババと並んで アルバース・キルヒエン・エーバース・ヴィンケル乗馬、騎馬クラブが多彩な乗馬競技を提供している。聖マグヌス協会、エーバース・ヴィンケルとアルバース・キルヒエンの協会、エーバース・ヴィンケルの祝祭ホール。ありがとうございます。